核運動量の実験をしてみます。核運動量とは回転の強さを表すものです。用意したのはたらい、その上に板を乗せてますけど、このたらいと板はターンテーブルの上に乗っています。このように回転することができます。あとボール、これは銅の玉ですね。重いボールを用意しています。それに糸をつけて中心の画鋲のところにつけてあります。で、糸の片方はこれを引っ張るとそのボールにつながっている糸の長さを調整できるようになっています。これを短く、回転中に糸を引っ張って短くする、あるいは糸を緩めて長くする、そうすると回転の速さがどう変わるかということを確かめてみます。では実験してみましょう。まずたらいを回転させてみます。回転が落ち着いたところで糸を引いて、ボールの動きを見てみます。それでは引いてみましょう。このようにボールの回転が速くなるのがわかると思います。ボールの動きを見てみます。それでは引いてみましょう。このようにボールの回転が速くなるのがわかると思います。次に今度は糸を長く伸ばしてみます。そうするとボールの回転はどうなるでしょうか。ではまず、回転させてみます。回転がスタートしたら糸を伸ばしていってみます。はい、ボールの動きの方が遅い、ボールが遅く回転しているということがわかりでしょうか。回転がスタートしたら糸を伸ばしていってみます。はい、ボールの動きの方が遅い、ボールが遅く回転しているということがわかりでしょうか。